TP 桜、タイムパラディン桜は、サーカスから発売された、日本の OVA 作品及びゲームソフト。前編が2011年1月27日、後編が同年2月24日に発売された。本作は、全年齢対象作品だが、配布元サーバーの利用規約上、ゲームの体験版や、アップデートファイルの提供は18歳以上のみに、限定されているほか、 法律上の制約により、18歳未満のユーザーは、公式サイトの閲覧を禁じられているため、サポートサービスを受けることもできない。DC、ダカーポからのスピンオフである2011年の作品。シリーズを全く知らない人でも楽しめるという、触れ込み通りの内容になっている。PC ゲームとアニメーションの同封販売で、制作側はまずアニメーションから、TP 桜、 タイムパラディム桜に入り込んでもらいたいとサイト上に案内をしている。明るく元気な小学校3年生の主人公、吉野桜は、風見学園に通う、普通の女の子。だけど、みんなには言えない秘密を抱えている。それは、OVA ゲーム共通2010年11月11日から2011年3月3日まで、響きラジオステーションで、 ラジオ t p 桜風見学園初等部放送委員会が配信された。パーソナリティは吉野桜役の三森鈴子と白川小鳥役の新田恵ぐありがとうございます。